文部科学省の井出庸生副大臣が今朝、自転車で走行中に歩いていた女性とぶつかり女性がけがをしました。午前8時半ごろ、東京・千代田区平川町の車道で自転車で走行していた文部科学省の井出庸生副大臣が横断歩道を渡っていた60代の女性とぶつかりました。女性は頭を打って病院に搬送されましたが命に別状はありませんでした。井出副大臣に怪我はありませんでしたがヘルメットはかぶっていなかったということです。警視庁は事故当時の状況について調べています。